いいこんばんはこんばんはこんばんはですやばい今日過去最高眠いっすねなんでだろうねはいもう一年もするとねそういう時だるくなっちゃいますけれどもさあエロラボ今日も三人生存料でございますはい素晴らしい素晴らしいね最近大丈夫ですか最近大丈夫ですか大丈夫ですよ抜いてますか来週はちょっとデートの予定があるんで来れないかもしれないですあ、本当ですか かとい、ね、ってデートしたことないですけどね、多分ないぶんね、い,やい,やいつも一人でデートですよ。一 <laughs> 人でデートじゃ新しいですね。それ、あるでしょう、知らない、エアーで誰かに喋ってんね <laughs> んと、今ではみたいな <laughs> <laughs>、えー。やめとけみたいな。<laughs> <laughs> あの実際、ちょっとやってるから怖いっす、ね、<laughs> マジですかでモニターごしにね。ありがとうございます。 さあとというこで暑いね、本当に最近ね。暑いですね夏ですねもう夏ですよ、もう本当にいやらしい季節ですよ。もういやらしい梅雨はどこ行ったんでしょうかね。いやらしいお梅雨は好きですけどね、結構ね。さあ、梅雨もね、明けたということで、じゃあ今日はですね、テーマ、ちょっと教授考えてきました。お願いしますあのテーマはですね、えっと、エロい女とやらせそうな女。あ な、はあ、なるるほほどどこれをですねさっきまあ助手に聞いたらこれは別物だと、はい、エロい女とやらせそうな女って確か別物なんじゃないかっていうことでまあちょっと大喜利的にというか、はい、みんながそれぞれ考えるようなエロい女をちょっとまあイラストだったり何かでボードでちょっと使ってエロラボ的にまたちょっとあの設定していこうかなと。 いいですね確かにちょっとイメージ違いますからね夏ですからね夏ですからエロい女いっぱいいますからねいますねこの時期になるとそうですよねそれでも自分のフェチも含めてじゃあエロい女の子勝手にやっていきましょうかはいいきましょうじゃあエロい女とやらせそうな女は前半後半でょっとわけではいじゃあまずはとりあえずエロい女とやらせそうな女やりすぐやらせる女って違うんだよねうん 違いうこれ女子目線でいうとえっとエロい女は何だろうんかこう醸し出してるんですけどでも決してすぐさせるわけではないじゃないそれとは違うってことでね逆になんか普通っぽいけど意外と結構遊んでるととかねいっぱいいますからねそういうことですよね分かりやすく言うと。 セクシーとバーキーなんじゃないですか。あ、バーキーって久々に聞きました。俺はバーキーって中三以来ぐらい、今。ハンマーバーキーってことですね。違いますか。もう平成の人は。僕らバーキーですか。お、お、懐かしいですね。ハンマーユージロ、ハンマーユージロみたいですけどね。そう、じゃあ。エロい女じゃ、行ってみましょうか。例えば、イラストできてるやついますか。あ、じゃ、あまず。研究員が。研究員が、お、エロい女、行ってみましょうか。できてますよ。はい。

口元の横に何の針のこのほくろがセクシーですね唇ってまたちょっと正気をイメージさせるじゃないですかうちの助手じゃないですか唇だけはやるんですよねだけはやるんですよねでもね皆さんすごさせないらしいですよそれが違うんですよねオフェラだけはうまいらしいまあ確かにだからあの一個ほくろがあると なんかセクシーにはなりますよね。そうです。ツヤっぽくなりますよ。ねわかりますね。わかりますね。なん、なんなんでしょうかね。あれはね。あ、でも。確かに。そう。うん。何。うん。あの、ここにあるんですよ。私。ほ。心が。うん。え、乳首。違う。乳首。三つある。色。色。色がね。色が。なるほどね。そうか。あ、それなり、あ、それも、それも結構エロい。のかそれも。 よく言われます。ああ、なるほどね。あの経験した男性には。ああ、なるほどなるほど。あ、そこのほやっぱりなんか北クロってなんかやっぱエロいね。エいんだろうね。そうですよ。なんかそこの例えばお尻とか、おまんぴーの近くとかやるとなんつうんですか。俺しか知らない秘密みたいな。なるほどなるほど。ああ、いいですねそれ。カモシしてるそれいいですね。わかりますよ。ああ、北クロはだからじゃエノさんのまあ初級 入り口ではよかったんじゃないですかね。はい、じゃあ皆さんどんどん書いていきましょうか。はい、じゃあ上週出せますか。はい。エロい。わかるかな。エロい女。そ女目線からのエロい女だからね。えっと垂れ眉に垂れ目。垂れ眉に垂れ目。あの困った困り眉って言うんですか。あはあ、はあははあ。下がった眉毛に垂れ目ってもう口開けてるみたいじゃないですか。

ああ、まあ、最近、そう、メイクとかあるけど、あ、あれエロいんだね。エロく見えます、私は。ああ。なんか、守ってあげたくなりませんか。そう。なんか、あの、太眉、太眉とか、多分男には、あんま、人気ないよ。え、そうです。僕、結構好きですけどね。嘘。嫌だよ。こんな、一本線よりかは、良くないですか。あ、まあ、ヤンキーみたいなのは、全然、あれだけど。なんか、太すぎるの、最近多いじゃん。 多いですね。あれ俺はあんまり可愛くないけどね。マジかあれがなんかググっときますけどね。本当ですか。まあでもあなたはマイノリティだからだと思いますよ。なんかまあ要はギャルが好きだもんね。ギャルって今うえ？あれでし太い眉毛が。細くないですか？ギャルは今でも。あの大島優子とかとか小り眉毛。ああ。なるほどね。 あああいうのがエロいんか眉毛はねとかガッキーとかもそうなんですけどガッキーあイメージはできるけどあその二人がエロいエロには繋がらないなあまりあれもそうですよだってあの田光さんも田光眉毛めっちゃ細いじゃんでも困り眉だあ困り眉ねああれエロス感じるかもね確かに確かになかなか 求めてる感じがするんじゃないですか。ああ<ー>、しっとり感。そうそう,そうそう。ああ、いいかもね。うん、確かに確かに。持ってあげたくなる顔するから。わかりますね。うん、じゃあ次いきますか。はい。これね、これちょっとわかりにくいんですけど、こう髪をね、全部上げた時のね、こう裏地側のこの毛。ええー、長所は。 うん、<laughs> あれなんかエロいんですよ <laughs> この中で<ー>言いますよねだから浴衣とかが結構いいって言うけどだからビチリとなってるわけじゃなくてもうなんとざっくりこう言った感じうう <laughs> うんんのこの毛がちょっとバラバラしてる感じが俺エロさ感じるんですよねああ整えてなんか普通にガッて上げてそう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 <ー>でこうボサボサするじゃん、はい、あれ俺結構好きなんですよお団子まできっちりじゃなないけどなんか はい、と古着のティーシャツ着てもらった。お決まりじゃないですか。ポーク、卵ぐらいもセットですね。俺の中ではね。これは結構です。結構好きですね。なるほど。じゃあ、皆さん、じゃあ、次研究員どうですか。僕はですね。あとはですね。こ書いてますか。イラストじゃ、ちょっと、あの、僕の絵心では伝わりづらい。あ、なるほど、など。じゃあ、口頭で言ってもら。っ口頭で言うと、動きで言うと、こういうことです。 <laughs> よく女の人がなんか何かを触ってる時とかこの指先、はあ、こう回してる触ってくるとかクリクリたそうですするとちょっといろいろ妄想が膨らんで <laughs> <laughs> やっぱあ少数民族ですねです僕のおてんてんてんみたいな感じ少数民族ですねあの崖の上に横になってるヤギいるじゃないですか。

それチンポじゃないですか。ね <laughs> え、チ <laughs> なるほどね。<う>どね指がこうやってくるくるしてるんですよね。多分ね。はい。さあ、これ全然分からない <laughs> じゃあ次行きましょうか。<laughs> はい。じゃあ女子。<laughs> えっと、女性の二二八分け、八二分け。えどういうこと？えっと、中村アンみたいな。

ゆるいちょっゆるってばゆるいパームでしょゆるいパームでしょあのまとめると全部そっちの時代の人になっちゃうんじゃないですかきのびなでしょきのびなゆるいパームでしょゆはゆるいパームでこうバーってやってる感じでしょああでもなんか女子のエロスっつうのは結構あれですねスポーティーな感じですねああ男まあそうなのこうやだってこうやられたら終わってこないんですか俺なんかですねこう攻めてる感じはあんま好きじゃないんですよね だおっぱい胸元ドカーンで来られてもちょっと引くっていうかあ<ー>確かにねちょっとこうセンターラインをいか,かれるときちょっとあれなんですよねうん、うん、なんか逆じゃねえかそれみたいなそうそうそうズ<の>バーンって出されるとねあのキャバ嬢みたいなああいう感じ、ね、そう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 っすよねあれよくないですよそうじゃあ次俺いいっすかはいどうぞまあ教授といえばもう定番のですね、はい、こちらですね何ですか,おなんすか 二の腕これですかこれえタンクトップじゃないんですねこれですねあのわかります二三年前流行ったあの白い T シャツに白い T シャツに唇が赤い女の子いっぱいいたじゃないですかはいわかります唇が赤い女の子ちょっとこうショートカット気味な感じのこれこれですねこれのこの二の腕こっちこう隙間がもうやばいですねでまた皆さんこの隙間がそれは古着なんですかこれ古着だからこれ白い T シャツですよ。 一時期白いなんかヘインズみたいな T シャツはってたじゃないですかはい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 ちょっと袖を曲げ,袖を曲げ,た,曲げた感じのうん、うん、あれは結構俺嫌いじゃないんですよねうんあ,れあれ結構しかも大きめにみんな履いてて結構あの脇が甘かったりするんですけど見えますよねもうそれでおっぱいが見,見たいわけじゃないんですようんちょっとこれサイズ小さいですけどこのあの隙間になりたい <laughs> あの隙間に引っ越ししたい感じですね <laughs> どっちかっていうとよく女性の洋服、はい、でこ,このなんじゃ袖口が大きいやつとかあったりするじゃないですかはいはいあれはまた別別です T シャツオンリーそうっすこの袖口大きいのは、はい、袖口が大きいっていう前提で作られてるじゃないですか、うん、で T シャツはそういう前提じゃないんですよねお<ー>ちょっとサイズがおかしいぞみたいな、うん、よく昔の,あのドラマとかで 彼女が彼氏の家に泊まったら彼氏の T シャツとかつけるじゃないですかあれは違うあれはんかもう分かりやすいエロスじゃないですかジュークボックスみたいな感じじゃないですかジュークボックスの曲と間の途中みたいなそうじゃなくてこのなてつうんだろうな普通にやってる中から出るあの隙間がエロいんですよね。 これでも教授芸僕聞いたことないですねないですねこれ, <laughs> これはもう俺だけの趣味ないこれめっちゃエロいすねこれいいですよじゃあ次どれか行きますかじゃあ僕行きます、はい、これはですね<お>ちょっと分かりづらいんですけど<お>わかりますか,かま何これあの後ろ姿なんですけど、はい、ブラが透けて見えるでしょそうあーよくエロい分かるかも

これがまたあの雨に濡れるとまたいい感じにべちょってくっついて<ー><ー>もう AV 見すぎですよねやっぱりね <laughs> いや <laughs> これよくある AV のもうなんかよく設定じゃないですか <laughs> その辺にいますよ全然ソフトこ,これぐらいだかソフトオンデマンドでなんか俺見たことありますよずぶ <laughs> ラリになった女子高生みたいな <laughs> そういうことでしょ <laughs> <laughs> でも,これもうあなたのスタートが全てあれなんですよね、はい、これ二次元なんですよら、ね。うん 素晴らすいません僕ちょっとリアルがちょっと僕少ないんで仮想現実で生きてるんであなたは本当とすらしいですよ例えばですけどほら今ここが透けるって言ったじゃないですかブラの後ろの方がここがもう見えてる人もいるじゃないですかああブラひもあんまこないなあんまこないな何なのじゃんであ正直俺はブラのひもには来ない ブラヒモってでも誰でも見えてんじゃない。じゃあ、それはもう受け入れるんだ。だ,だって、これの透けてるのと一緒じゃない。うん、いやいや、この一枚を隔てて。<laughs> この、なんつうの。見えるか見えないか。<laughs> この想像をかき立てる感じが。<laughs> あ<ー>まあまあ、わかりますね。あ、あそれはわかる、ね。あ、ブラジャーにはまあ、あんまり。だから、なんか紐、出てる。のよりも。うん、その。この、襟口が大きい T シャツが。 ちょっとよって、よ、こっち側に寄ってて。直方が見えて。それは、ありです。そうですね。直す仕草がエロいです。この見えてる、あれはエロくない、別に。だけど、この、なんか直す仕草がエロい、さを感じるね。見かけたことはないんですけど。まあ、例えば、ブラヒモがはだけて、このテシャツのこっちら出てたりすると。こいつ、攻めてんなと。 <laughs> <laughs> 僕らがもう下がりすぎて下がりすぎてもう出てると <laughs> <る>それ AV だろそれ <laughs> 見かけたことねえよそれちの子ぐらい見かけたことないだろそれ <laughs> マジで <laughs> 飛んだおっちょこちょいですよね <laughs> ユ,ユニコーンぐらい見て見かけないやつそれ <laughs> いやでもまあそれはエロくはないよねそれ出てたら一応俺も見たい発見してみたいけど、うんやな いやでもこ,うこう直す仕草エロいっすよねあれはなんかなかなかいい、ね、ご飯何杯でもいけそうな感じはしますけどねエロいんだそうじゃあ、うん、助手いきますかえっと分かんないですけどあの、うん、さっきローソンで見かけた女の子あなんか言ってたのそうそうそうもう本当にケツが見えそうななんだろう歩いたらパンツまで見えそうなミニスカートが入って、うん、ボディコン みたいなほんと細そうそれがレジ前にいたんですよ<ほう> <laughs> 今日なんか全体的に発言が昭和なこれ僕らの年代がバラバラしいんですけどまあ僕らね決してあの若くはないのでね、うん、<ー>いやそのおんなんかめっちゃ想像しましたね階段歩いたらもう100パーだなとかああなるほどねで後ろが私でよかったなっていう 男の人だったらなんか手伸ばしそうなぐらいのこの,なんかこのしかもなんかちょっと花柄のスカートでちょっと顔見ればよかったななんかもう超エロかったしいやーもうブスにしとこうよ俺見たいなそ,そ, <laughs> そういうふうにしょっかクやもう結構こういうこれぐらい短い人ってふとも結構。 太い方は多くないですかいや。スタイルがいい人があまりやってるのって見かけないんすよ、ね。<ー>ショーパン、ショートパンツ、ホットパンツとかにして。そうだね。見ないね。結構みんなムチムチっとし,、ね、ムチムチしてるね。あ隙間を見えなくてしてるんですかね。え,えそういうこと？わ <laughs> かほらこう重なるじゃない？それもケツ出てんじゃん。大丈夫 <laughs>。大丈夫。丈夫はいごめん、ね。確かにそうだよね。<laughs> <ん>でも。 なんかすごいガリガリのホットパンツの人よりはちょっと肉ある人の方がいいよね、うん、ガリガリ俺あんま好きじゃないからなんかかわそうになってくんだよね全然 OK ですもうああガリガリ好きですもんね、うん、好きですな<ー>はいじゃあ次俺行っていいですかあっはい,いしますこれ次はこれ俺あれなんですけどこれすげえ俺が下手すぎて全く分からないですけどあ <laughs> 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 これ病人ですか <laughs> あバラが浮き出るんですかですマ,ンマンタの裏側でもないですよ <laughs> なんかさっきも話したんですけどそのキャバ嬢とかが谷間を寄せてバーンって出されてもうん、うん、全然喜ぶなんともないんですよねうん、うん、それよりもなんかガリガリで胸ないけどこうざっくりこのすげえこうなんちゃうの 胸がないからこそ谷間が見えなくてすごいこう襟口がこう v、V ネックがめっちゃ広くなってる要は外人さんとかで、ね、<ー>女優さんでいそうな<ー>グイネス・パルトローたりが来てそうなお,おっぱいちょっと離れてそうな結構細い方ですよねそうそう,うあれエロいんすよねへえー、なんか知らんけどもちもちじゃなくて、ねあ ちょっとドレッシーなちょっとね<う>、はあ、で,でもこうパカッとちょっとかがんだ時にあっ胸,胸見えんじゃねえかと思ったらもう中にこうピターンとしたのが来てるから全然見えないみたいなはいわかりますわかります某有名かわいいイラストレーターの女の子がそんなによ,よく来てたんですよねへえーはあ、沖縄の方ですか沖縄は昔、はあ 今東京あたりに住んでるもうすごい有名なイラストレーターの昔若い時よく来てたんですよね。誰だろう。覗いてたんですね。覗いてます、ね。<laughs> で見えんのかよだ <laughs> <laughs> からざっくり T シャツみたいの着てるから結局まあ意味ないんだけど、うん、でもこのざっくりってやっぱりエロいんだよなと思って。まあ特にあとも谷間とか見えてほしくないんだよね。だからキャバ嬢みたいにこう谷間も見せられても。うん なんかエロくないんだよね確かに谷間よりかはちょっとこうこうかがんだ時の胸ちらぐらいの方がエロさを感じますね,そうそうねえ谷間たさんもより近,近すぎじゃんあ<ー>なんかこう前に出てる感じがちょっとあれなんだけどこのなんかあれがいいんですよね それは確かにわかる気がしますね,、うん、ね全然わかるでしょうん、なんか理想は AV なのに <laughs> なんか <laughs> ちょっと理想 AV <laughs> なのになのになんかグダグダ言ってんなーと思うよね <laughs> これはまたあの得意のプライベート教授でちょっと顔を出してるかもしれないですね俺のもう <laughs> フェチな部分これエロいっすよ、うん、やっぱり いいですね、うんはい。これエロいエロい女ですね。うん、さあじゃあ誰か行きますか？はい、エロいエロいシリーズ、はい。じゃあちょっと僕だいぶわかりやすい感じなんドデン。アイスをなめる女。<laughs> これ映画のタイトルです。<laughs> アイスをなめる。これ決してローリングストーンズの映画ですね <laughs> <laughs> あ。あこう,いうこれ T シャツ貼る貼るんじゃない？<laughs> <laughs> あのですねなんかね。 なんていうんですかね、あ,あ,あのエムですよね。いや,いや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 、<laughs> あのその辺に歩いてるあの女性ですよ、ソフトクリーム食べているああ。やっぱなんか、うーんああまあまあ <laughs> こう、やっぱり、まあなんなんていうんですかね、ちょっとパクリみたいな。<laughs> なっどっかで見たなこの企画みたいな。<laughs> <laughs> <laughs> あなたの企画集がそうですよね、企画集が。<laughs> これ好きかなみたいなユーザーのことしか考えてないじゃないですかねすり込まれてるかもしれないですすり込まれてますね実際アイス舐める女そんなエロくないんじゃないかと思っちゃうんだよなそうっすかこう見たことがない普通の棒でもソフトでもそうなんですけどパクって食べるのあるじゃないですかバナナとかもそうなんですそこはあまりエロさは感じないんですこの下をこうベロッというそんなってアイス舐める女います えみんな飲そうなんて舐めないですか？<え>かアイスクリームは舐めますよ。う噛うない噛まない。あれもそのアイスを舐めてるシーンを見たことないあんまり。マジですか？あまあでもエロいかな。<ジ>だから要はそのアイスがチンチンコと置き換えて見てるってことでしょ？うん、いやではなく単純にその下先を見て、はい、まあ舐めるっていうといろんなところあるじゃないですか。舐められる場所って。はあはあ、それを想像してまあかまあチンポじゃなくてもいいんですよ。 はあ、それを想像して、まあ、楽しむというような大人のお遊びで、うん、でもなんかこうなめてる時に目があったらちょっとドキッとしませんソフトクリームええって見てるからパッて見ながらなめられるといや怖くないってソフトクリームの陰でこうなめらる <laughs> 違うよ違うよやばいっすねいやこれなめっちゃエロいのじゃあここら辺でちょっとなんかオーナーにも聞いてみる エロい女はあエロい女性ですかそうしぐさでも何でもいいんだけどねそうですねあれはありますよあの何ていうんですか女性画伯つっかけみたいのあるじゃないですかつっかけつっかけでヒールがまあ一応あるんですよ低いヒールしかないと思ってるんですけどそのやつはのかかとがないやつ履いてる女性はエロいって思ってるんですよ これもいいねフェチフェチの匂いがしますね。なんて言ったらいいのかなちょっと絵がないんでちょっとあれですけど。はい。わかりますわかります。ちょっと描きますね僕もね。つっかけね。はい。なななんかうまく描けないな。ここがないってことですよね。そうヒールのそうそう。それパンプスって言うんじゃない違う。ヒパンプスは低いのかなもっと。あここここがないってこと？そうそう。 こういうやつこういうやつです。ヒールのヒールがない感じ。こういうやつです。かかと隠してない靴履いてる女のエロいエロいんだ。クミエちゃうなるほどね。止んでますね。それの方が、そっちの方が昭和じゃないですか。あのシミーズとか履いてるおばあちゃんが。やめようやめようも。エスパルスやばいね。やばいね。 じゃあ次俺いっていいですか？えどうぞ、んはい、ザコーンこれわかりますかね？あジーパン履いてんのにパンツのラインが見える。ジーパン履いてんのにパンツのラインが見えるんだけど、そのパンツのラインからちょっと肉がはみ出てるっていう形がわかりわかるといいですよ。あホットパンツではなく。ごめんなさいこれだからジーンズですよ。ジーンズ。うんうん、足のジーンズ、ね、こうピタピタしたときに。 ちょっとこうパンツのラインとか出ちゃうじゃないですか。はいはい、はい、そうじゃなくて、それはいいんですけど、このお尻がちょっと大きくて、うん、肉がこうはみ出てる感じ、字がンパツなあのスキニージーンズみたいなやつです。そう、その肉がボォって出てるのが、ワシャってやったことんですね。結構見てますね。ワシャーっ,って、あ<ー>そのパンツサイズ合ってないですよっ,つって。 ああ確かにそれはありがとうございますはいはいありますねありがとうございますやばい今日ちょっとなんか俺研究員に寄せてる気がしますね変態性を研究員にちょっと寄せてってる気がしますねいやいや出していきましょうなかなかこれこれ嫌いじゃないですねなるほどねわかりますいいじゃないですかうんじゃあ誰かいきますかはいあ私思ったんですけど エロい女って。うわ、ん、かんない。エロく見える女の人って、うん、多分喋り方ゆっくりなんですよ。で。うん、次なんですけど、偉そうになって、喋り方可愛い,いんですよ。マジっすか。多分。えー、<構>え。ええ、そうだなの。ゆっくり喋る。確かにエロい女はゆっくり喋る。ますね。

ブルマじゃないの。ブルマです。いややっぱり。ただ実際に僕ブルマ見たことないんですよ。え？だってあの学校学生時代ってブルマ。私ブルマでした。えマジで？学校によって違うじゃないですか。ああ僕らじゃなかったんすよ。高校から違ったんですけど中学まではだったっすね。小学校までブルマですか。マジですか。まあこれはちょっと僕憧れの意味も込めて。ねえ。ブルマ。そうハミパンとかするんですよね。ああ。 あ、そうなんだ。ちょパンツが見えたりするんです。ええ、だからみんなあれなんでしょこの指に、あ、この間に指入れて、入れて、こんなやつら直すんだよね。ああ。あっちからちょっとパンツ出てる人もいるよね。パンツちょっとはみ出てる人。だから、はみパンね。あれがはみパン。はみパン。はみパを直すっていう。いや、いいですね。いいです。これを考えた人はすごいな。ブルー。あれ、いいですね。じゃ、あ俺もじゃ、行っていいですか。はい、はい。さっきのこの。 パンチです。これちょっとわかりますかね？<ん>ああわかりますわかります。ますこれコンビニとかで、ね、いますね。あ T バックこれ。T バックでも何でもいいんですけど、とりあえずこううんこ座りしてて後ろからちょっとパンツ見えてるあのパンツなかなかあのえらいかどうかは別として気になる。これ T バック。もう見ちゃう。T <laughs> バックだっ僕見ますけど。うね、もう意味もなくその周りをずっとぐる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 ,ぐる。そうそうそうなんか。 なんつーのそのエロスターほど遠いさ本をなんか美味しい男の料理とかさなんか探しながらちょっと見ちゃうよね素敵ですよね。どうしても見ちゃうんですよ明らかにティーバックのこうメラメラしてるやつは見せようとしてるねああそれはちょっとねあざとくてあんまり好きじゃないんですけどたまにあの居酒屋とかでも座ってたり女性とかそティーバックのところとか見えたりすると もうもうもううそれだけでお腹いっぱいです、ね、なるねティーバックがやっぱいいですかティーバックです、ね、ああこれまあエロソの申し子ですからね AV の申し子なんで素敵です俺はどっちかっついうとこう油断してて、うん、あの多分おそらく上下違うブラジャーとパンツだよなみたいな感じがいいっすね、はい、お<ー>おメッセージ来てますん？あ,あそうですね、はい じゃあ一旦 CM 見てじゃ次はもうえっとやらせそうな女お待ちかねの、こっちが一番大事ですからね。さあじゃあ皆さん CM の明けでまたこれやります。切れたんかな？そうですね時間で切れましたね。 おうすげえルッキーニさんだらけだね。

あいつすぐやらせんじゃねえかと思うと意外と固いっていうねそれはじゃあ決して違いますよっていうことですよねまあエロラボにほとんど出てる人は結構やらせてますけどね皆さんにねさあそんな形でじゃあやらせそうな女男が思うと女が思うのでちょっとやってみましょうかさあ誰からいけますかじゃまず俺からいきましょうかまとりあえずこれですね あと口開いてる女。あの隣にいるじゃないですか。終始口開いてる女。終始あいみせよ。たまによだれ垂れてます。どうにか早いはってもんないかなと思ってるんですけどね。マジっすか。はい。女子は結構堅いらしいですけど。あの口は横開いてる女。結構やらせそうだなと思うんですよね。マジっすか。とかんとして。だ要は隙がある。

ちょっとね、でこれ、説明が必要なんですけれども <laughs>、これ、あるれじゃないですよねあの、進化の過程の途中じゃないですよね、<laughs> <laughs> こっちが立ち上がるとも。<laughs> もうやらせて これあくまであの分かりやすくこう垂れてる感が分かりやすくするための説明です。かか <laughs> <laughs> れ,それは僕の,画力のういいちとお父がこう大きくてててて垂るしてスケベなななんじゃっ それ多分あれですよね、あの発想としては童貞の発想でこ <laughs> <laughs> れも僕の願望です <laughs> <laughs>。まあ、でも何か、あの何かのイメージビデオで見たことありますけど、多分おそらく垂れてる父の,あのグラビアアイドルとかが、このなんかタンクトップで、この垂れてる隙間が見える感じとかあことですよ、ね、わわかかりますかりまますす非常にわかりますよ。

多分多分やらせてくれますよマジっすか <laughs> やばい嫌われるね<ら>私可愛 <laughs> い,いって言ってもらえた女は多分やらせてくれますよでもおっさんじゃないですかや <laughs> これ嫉妬入ってないですか <laughs> キャバ嬢で <laughs> もおっさんが求めれる <laughs>

ないよそうなんですよあっあとねもう一個あるよもう一個あるあの「ごめんなさい」ってすぐ言う女をやらせてくれるってちょっとマジっすかそうなんかさあのね自分がない女は結構すぐやらせてくれるっへえこれホストが言ってホストまあメンママさんからめあのツイキャス来ててははいい。ちょっと 読んでいいですか？あ、リーマスマンさんだけで、ね、<あ> <laughs> いいで、ちょっとパって見たで、悩んでそうな女すぐやれそうって。あ <laughs> あ、思っちゃうかる。じゃみんな帰ってないでね、俺ちょっとざわーって思うかな。えー、お、ルッキーだらけなってるけど、うん、さあ皆さんごめんなさいね。さあ今日はあ、ルッキーさんこんばんはーって書いて、あ、タイラアイリさん、私エロい女ですか？アモーレって書いてますね。いいですね。<laughs> アモーレいう女エロいんじゃないですかね。詩人ジゼットさん。 ハンマーバーキーって書いてますねそうですねハンマーバーキーですよ <laughs> もうメンママさんこんばんはーって。平井さんひたるみあそうなんですよたるみインディだよねあメンママさんおの乗っかったお肉乗っかったお肉は確かにエロいよねまあこれはもうベテランだよね,ベテランねお腹にってことです、ね、そ,うそ,うそう。 あとかっちゃんさんもこんばんはってルッキーさんをわっはっは笑ってるねおルッキーさん写真ありがとうね写真あ,ありがとうございますありがとう助手はエロくないねってほ <laughs> ら <laughs> そうですよ <laughs> こいつね、えー、そうなんですよやらせそうでやらせないっていう噂のもあれですよはい私の中学時代ブルマあっカルマと呼ぶ人だったらブルマですねさあそうそう運行したりした人ねさあさあその写真ありがとうね本当にねありがとうございますベンママンさん あ病んでそうな女はすぐやるあいわゆるこれあれですよねメンヘラってやつですかはいはいメンヘラ確かにメンヘラ系は<う>あとですねなんか歌舞伎町のホストがいるにはあのダサい女はやれるって言ってましたよへえー、あとカバンがめっちゃ汚れてる女とかああ聞いたことありますよ<ー>靴とかも聞きますね そんなのやらせるって言ってましたねで,でも本当にみんなやらせるんですかねちょっとやってるんですかねこれただもうあれですよね実践しないと調べようがないですねしたことあります実践 <laughs> あ実践ですか、えー、いやもう数十年前じゃないですかね確かに教授はもう元バーキーですからーバーー <laughs> ハンマーが,がバーキーしてますからね <laughs> いやいやいやもうでもあれ どうなんですかね実際はね今の今の女の子たちとほら昔の女とか違うじゃんうん、うん、今の女の子たちはどうなんだろうねさせんのかな一人であとやってたり昔に比べると多いんじゃないですか一人ってさ女にそう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 あ女の子の方は女性今オープンになってるじゃないですか昔のああ情報的にもね情報もおもちゃもそうなんですけどそうか,か悲しいね <laughs> なんでなんでいやその一人でやるぐらいだったらぜひ俺がもう呼んでいただければ呼んでいただけすぐ来ますよね <laughs> 本当にもうボランティアでいいですよ<う>せいのお手伝いを僕らうあいやあなたとかモニター越しでしょ <laughs> <laughs> モニター持っていくんですよモニター <laughs> <laughs> わざわざそこ行って <laughs> <laughs> わざ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 でもそれある意味おしゃれじゃないですか <laughs> あ,<ー>あえてのあえて <laughs> あえててモニター持っいたぶん女性としてはあれですよねこいつなんだ最悪なああなたあれないじゃないですかその三百六十度カメラみたいなのオキラシとかつけてセックスしたらいいんじゃないですかああ今結構あるらしいですかねそういうはいはいはい今本当にすごいの出てますからやばいのが聞きました僕も三百六十度ゴーグルつけてそうであのなんか あのサウンドシステムとかでもちゃんとやってて後ろから支えたりとかそれがもうすごいあるらしいですよディズニーの,あのアトラクションみたいに匂いとかもついてくるといいですねあでもそれもできるんじゃないでかできるんじゃないそれもやばいなむせかえる匂いがちょっとしょっぱい <laughs> いやわかんない <laughs> あちょっと脱線してきましたね <laughs> そ俺がで、ね、塩水とか,かけたもん 即席って<笑><笑>あ。あなんか教室の匂いとか教室の匂いとか俺が何が作ってくる。<laughs> どういうシチュエーションですか <laughs> いやーやらせそうな女。やらせそうな女どんななんですかね。でもあれっすよねなんか、はい、ベタベタ触ってくる女は結果やらせないっすよね。あボディタッチが多い。ボディタッチは。 あと、意志が弱い女はさせるんじゃないですか。あ,あ、確かにそうですね。もうグイグイ、グイ来られたらさせるんじゃないですか。うん。うん。押しに弱い。押しに弱い。結果、やっぱ、そういうことなんですかね。うん,う,んうん。あ、あと、僕、もう本当イメージなんですけど。はい、どうぞ。ドデンはい。<laughs> うんこ座りが上手な女。ほうほうほう。やらせそう。<laughs>

なるほどねこれはまあまあ嫌いじゃないですよ嫌いじゃないですこれでも真ん中にあのマーク書いて本当に中学校のトイレとか書いてありますよね横に中居間中上等とか書いてますで知らんこの女すぐさせるって電話とか書いてますよねなんとかちょっと誰々にするってやなあ懐かしいですねあこれどういうことですか説明もらっていいですかうんこりはいまあ、うん 騎乗位と同じ体勢じゃないですかってことは足腰もやっぱりしっかりしてるってことはこのグラインドとかああグラインダーがすごいと思うんですね騎乗位ってこの体勢なんですかんこの体勢あそうなんだが僕は好きですこの膝を床につかせるよりかは膝を上げる派ですねへー タイプそう,ですそうですあこがあ、はい、もうあの童貞じゃないっすよね今後座りが上手だった非常意が上手いとかこれもう童貞が考える <laughs> なんて<ち> <laughs> <laughs> 大丈夫ですか。だか,だからあのコンビニでヤンキー女性、ヤンキーの子供たちがい、あ、子供たちじゃない。女の子がいると。<laughs> あ、ちょっとまだ違うな。もう、本当だ。カミングアウトになりそうでした、ね。大丈夫ですか。か違うカミングアウトって、だからもうやばくなってるじゃないですか。いや、もう心配ですね。 あの人も将来心配ですね。もう将来来てますけど。来てるけど心配ですね。ちょっとギリギリのラインで頑張ってます。ありがとうございます。まあそういうちょっと童貞みたいな発言ですよね。いやいいんじゃないですか。エロいやらせそうな女。オーナーなんかありますか。あいいですか。はい。僕のイメージですけどいくつかありまして、体が柔らかいのをアピールしてる来る女。ああ、どういうことそれ。 私体柔らかいんだよ的なのをなんかぶっこんでくる女ってあななるほどねんかちょっときっかけ作りなんじゃないのかという会話のね,、えー、ね俺は今一瞬すぐ思ったらなんか親指こっちつくよっていう女やらせんのかなと <laughs> 全然関係ないじゃないですか。たまに みたいな女じゃないですか。あれやらせそうだと思ったことなかったんで。やらせると思います。あとですね、コスプレがめっちゃ趣味な女。意外とそういう世界ってエロ混じってんじゃないかと僕思ってるんですよ。結構コスプレって露出すごいっすからね。らしいっすよね。なんか最近沖縄でもちょっとブームが来てるらしい。あ、そうなの？あとこれはちょっともう硬いと思ってるんですけど、膝が汚い女。 <laughs> おどういうことですかそれ気丈位やりすぎって言わないでよ <laughs> そうですそうですあのー、膝をやっぱり使うらしいんですよ、あのー、そういうお店の子たちはだから膝を見ると分かるというのがちょっとよく聞いたことありましてあん<あ>まあとかそういうことかはい あ面白い。膝が汚くて体柔らかいコスプレイヤーはやらやれるっていう。やばい。三秒死ですね。そういうことになりますね。はい。あこれ偏見ですけど。膝が汚くて体が柔らくてコスプレイヤでなおかつ親指がこっち。そうそう。もうそ超えれます。百パーセント。百超え。やらせてのややぐらいでやる。もうやってますね。多分ね。そんなところです。あでもこれ膝っていうのはなんか。 信憑性あるねうんこ<ー>ういう話をちょっとね、えー、なるほどね最近はちょっと分かんないですけど多分あ,あり得る話だとああ面白いあのなんかそれ「エロラボ」ネタ用で俺も調べたやつで男であえー、っと爪が長い男はセックス最近してないっていうので一緒あ<ー>あの手間できなくなっちゃうかららしいっすねあれ いやでも気遣うんじゃない。僕らは伝動しですよ。<laughs> すませんラってなんですか。<laughs> 僕でお願いします。<laughs> ちょっと言いたかっただけです。あ,ね、<laughs> あなたと交わるところが本当に2ミリぐらいしかないんですよ。<laughs> いろんな縁で。だからいいですけど、このヘロスで切ったらもう2ミリぐらいしか本当にあわらいのでラとかやめてほしい,いです。<laughs> 僕ので僕のでお願いします。<laughs> ありがとうございますということでね、なんかやらせそうな女もうちょっとなんかないですかね膝すごいな膝見てしまうない女はいいかもしんないですねあと頭のいい子は結構やらせそうというかエッチが好きって意味じゃないですかマジですか ももうこれも僕の本当イメージです<ー>そこで発散するみたいなあああのこれはもう恐ろしい偏見ですけど俺らの時の休養高校はすごか背が荒れてたましたよへた<ー>勉強しすぎておかしくなったんじゃないですかねめっちゃ青勘とかで捕まってましたからね <laughs> 休養高校の近くの公園とか。<laughs> 捕まるんすか。あ、間違えた。軽軽 <laughs> 高校ですね。<laughs> チューブの頭に軽高校をめっちゃ捕まってましょ <laughs> あ、あいつ勉強しすぎて、うん、ああのおかしくなったっ,つって。いましたもん。んか勉強して頭おかしくなったら、x イコール yz で抜けるっていうやつもいましたよ。<laughs> <い>公式で、公式で抜けるって言ってました。すごいですね。それ。そう、x のこの。 あ、先っぽがいいとか、はい、<laughs> Y はこのお股に見える。そう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 そいうことですよ、ね。そういうこと抜いてたみたいですけどね。もうエロい女、やらせる女、どうなんですかね。まあ一番やらせてって聞くことじゃないですかね。あ、おしに弱い女っていうのは弱やっぱあれなんじゃないですか。これが全般的に言えてるんじゃない？ちょっとダサい女とかさ、うんなんか優柔不断な女とかさ。

いやもうとりあえず手当たりし第声かけるんじゃないあマジですか <laughs>、はあ、僕はビビり、はあ、ビビなんでイケイケにはいけなかったことです。<laughs> あで傷つきたくないから <laughs> そうです。<laughs> 一応なんか絵面見えますね。絵面見えますね。だからかずこうと席が隣になったものなにちょっと喋るとかでしょお。よくご存知ですね。<laughs> 見えますねえずが。 結構クラブとか行くとすぐ男の人後ろにいきますよね。ああ。あなた結構声かけられそうですね。後ろに。なんか。やらせそうだもん。そうなんですか。そう。やらせないです。でも。そうですやらせないですけど。なんでしょう。後ろに来て、なんていうの、みんな。俺、みんなどう声が出てるんだろう。なんていうっていうか、腰振ってきますよね。え、当てるってこと。それわかんないです。

あ、難儀だなと思って。ああ。なかなか沖縄で、街で声かけてる人見たことないかも。あ、沖縄その時いなかったから。あ、内地ではあるけど。昨日、なかなか。どう、どうやってました?。どうやってました?。もうなんも。声かける時ですか?。えっと、それクラブでですか?。あ、クラブはもう完全に一人で踊ってる女性です、僕は。あ、なるほど。あの、あとは、あれ、スピーカー近くで踊ってる女性。ああ、それ、なんか理由が。 あのスピーカー近くはあの僕も言ってましたけどあの音楽が好きアピールなんですよスピーカーのリズムを体で感じてるぜっていうやつがスピーカー前に集まるんですよで音楽好きなのみたいな会話をぶっこむっていうなるほどねっていうのは手口でした僕。いいですねなんか釣りで言うところのこの なんか、水草の下みたいな。餌場です、餌場。ここに隠れ、<laughs> <laughs> この鍵のために隠れてるい <laughs> ここ石外すと言いますみたいな、よくあるじゃないですか。そう,そういうことですね。そういうことですね。あ

なるほどね、待ちっていう女の人もいるんですね。でもこうっていうのはわかるよ。でもなんか、そう待ちっていうやつも結果あれだもんね、いいやつを待ってる。そう。いいやつを待ってるから、そんな俺のなんつうのちっちゃい釣り糸じゃ引っかかんねえぞっつ。あのまあ何人かで行くじゃないですか。うんうんうん。籠目籠目するっていうのは流行りました。あ一人のこうだか男何人かで。ああああ。大概もううまくいかない。そう。 なんかね町通りの方が面白かったのはもうめっちゃお魚さん油断してるじゃないですかそはい,はい、はい、その,のが面白かったんだよねあ<ー>だからセックスが目的っていうのはなんかもうクラブでナンパってもセックス目的だから、うん、なんかあんまりこう刺激的じゃなかったっつうかそうですね、うん、なんかあんまり面白くないかないことないかな的な音でいきますからね,、うん、ね国際通りとかは昔はよく人座ってたじゃないですか そううのあのシャッターを降りてるおじさん、女の子が、地べたに座って。めちゃくちゃやってるんで。そういうのに感じましたけど。あ,あ、でも、うまくいかないですね。あ,<ー> <laughs> あと、バトン渡すってのやったことあるんですよ。<laughs> <laughs> バトン渡してリレーする <laughs>。 大事だからそれでやっぱりノリがいいやつは友達になれるんだよ友達やる目的じゃないからあっちで挟んで行くぞっつって走ってきて女の子のパトロールしてこの前のやつが途中から「はいはいはい」とか言ってるっていうそれで渡すときがあったらもう「はい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  はい、さよならありがとうございます。今日もすみません、すみません、もう、あの、喋って、あんまりほとんど何も読んでないっていうね、ありがとうございます。じゃあね、皆さんもやらせそうな女がいたら、ぜひ、声かけて紹介してください。はい、やってくださいね。必ず。とりあえず、うちの助手はさせないみたいですからね、皆さん気軽に声かけないように。あ、チンコは押し付けでもいいでしたっけうん。あ、チンコは大丈夫大丈夫、大丈夫。いいですね。それがなんか、 頭の悪そうな感じがやらせそうですね。